構できて、やっぱりこれも売れたんですけどね、結構ね。それについてどう思いましたか？そうですね、平面作品、ほんまは平面から始めた作家やったんで、それを一番最初こう取り出したいっていう思いで立体を始めたんですよ、で多分それが月日が経ってずっと立体に専念してきて、今度はじゃあ平面にグッてこう入れ込むっていうことがまたできるようになったのかなっていうのが個人的にはあって、それがすごく楽しいし嬉しい。また一番最初に平面やってた時とは全然違う感覚ですね、はい、どう違うんですか？本当に出口と入り口が逆